前よりほっぺがでかいわけないんだから。まあね、こうですよ。そこの作業めっちゃ大事だから、ね、こちらです、どうぞ。どうも、かさこです。どうもです。りょうです。ありがとうございます。さあ、今日なんですけども、はい、本郷さんの持ち込み企画ということで、ありがとうございます。お願いします。今回の企画は、りょうちゃんが一番好きなのはどれだ、アンパンマンパングランプリそうなんですよ。はい。これ実はね、ちょっといいですか、説明。そうなんですよ。リオちゃんって、可愛いもんが大好きなんですよ。うん、はい、はいはい。まあ、いろいろあります。こじこじが好きだったり、まあ、いろんなキャラクター。おパンチウサギとか。おパンチウサギとか、可愛いもんが好きなんですけれども、うん、その中の一つで、はい、アンパンマンパン、うん。手作りのアンパンマンパンも可愛くて大好きなんですよ。はい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 、はい。そう。手作りのアンパンマンパンっていうのが、なんか独特の風合いが出るというか、プロが作るというよりも、そうそうそう。一般の方々も家でね、パン焼いたりするじゃないですか。はい。で、アンパンマンパンも結構全国の皆さん作ってると。そうなんですよ。アンパンマンパン失敗とかで検索すると、めちゃくちゃ出てくるんですよ。うん、はい、はいはいはい。そんな、なんか、ちょっと崩れたじゃないですけど、なんか独特のアンパンマンパンが大好きで可愛いって言ってるんですよ。これ、りょうちゃん好きなんですか、実際。うん。はい、大好きです。それ、どういう時に見るんですか。僕、今まで生まれてきて、あんまり、アンパンマンパンを検索したことがないんですか。確かに。ないない。ないですよね。しかも、トンボに至っては今、アンパンマンパン失敗って言ってるんですか。どういう流れでリオちゃんが好きになったのか聞きたいなと思って。うん、多分、もともとは、ツイッターとかでバズっていたものがあって、なるほど。多分それをね、僕リオちゃんに聞いてる。いや、カーじゃなくて出てますよ、音が。今出てたよ、音が。リオちゃんに聞いてる。ごめんなさい、ごめんなさい、うん、はい。で、そこのバズってるツイートのリプライにいっぱい、うちもこうやって失敗してますとか集まってるのを見て、あ、これあるあるなんだと思って、なるほど、もう夢中になってハッシュタグとかで検索するようになったそこでさ、やっぱり夢中になるのがリオちゃんなんです。可愛いってなって、そう、で、いろんなもの調べたらもうどんどん可愛いのが出てきて、うん、ほんで2人でそんな話になったと。そう、そんな話になったんで、うん、あ、じゃあですね、うん、このチームみんなで、うん、アンパンマンパンを作ってですね、うん、リオちゃんが一番好きな可愛いアンパンマンパンを作れるのは誰だってやったら面白いんじゃないかと思って今回持ち込ませていただきました。はい、それ聞いた時に確かに面白そう。そうそうそう。で、みんなに聞いたところ、まあ、うん、吉富ってパンめちゃくちゃ好き、ほんまに好きなんですけど、うん、みんなに聞いたら、吉富含め、うん、一人でパンなんて焼いたことがない。そうそう、作ったことがないね。うん。だからこそいいんじゃないって。そう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 。なったんですよ。そう。だから今回マジでリオちゃんのために、7人が、一人の力のみで、うん、アンパンマンパン焼き上げてきてるから。な、おじさんがね。でも今やっぱりあの Google 大先生いるから。そうや。なんもでもこれ、だルール的には作り方何も調べてもいい。そうそう。そう。どれで作りを参考にしてもいい。してもいい。うん、ただ、なんか、詳しい人に助言とかはなし。なしなし。一人の力で作っていくっていうのがもう絶対ルールで。ルール。ございますんで。はい。みんなやったよな。うん、はい。なので、もうせっかくやから、はい、ちょっと、まあ、一人ね、5分10分とったら長すぎるから、うん、軽く回してんねんな。回してます。形成するところみたいな。そう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 。そこだけちょっとまず見てもらおうかな。はい。はい。こちらです。どうぞ。さあ、というわけでここからはカジサックやっていきたいと思います。ちなみにカメラを回してくれてるのが当時でございます。はい、ありがとうね。はい、大丈夫です。よろしくです。はい、というわけでね、これもうすでに発酵した状態でございます。すごいね。見えるね。うん、うわ、気持ちいい気持ちいい感触、気持ちいい。うん、めっちゃ気持ちいい。マジでパパ初めてやからな。そうなの。そりゃそうやんか。え、そうか、なんか仕事でやったことあんのかなと思った。なんかないんだ。しかもアンパンマンパンやから。まあ、そっか、だから初めてか。そう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 。鼻と、ほっぺとこに穴開けるんだって。へえ。ここに入れるんだよ。へえ。もう感覚だよね。そうだね、膨らむもんなそうだよね。だからそこのサイズも考えなきゃいけないそうそうそう。ここの形めっちゃ大事だと思うんだよな。まあ、ここの形によって、まあ、うん、ちょっとでもこうさ、歪んでたらさ焼いて膨らんだらうーんってなるじゃんだから絶対鼻よりほっぺがでかいわけないんだから。まあね、こうですよ。そこの作業めっちゃ大事だからね。これこんなもんじゃん、ええバランスやで、これ立ってね。まあでもこういうの得意だからさ、いい感じになるんじゃない。わかるでしょ、うん、パパこういうの得意。そう、見て
結構左右対称やろ、まあ、今から二次発酵っつってさせるんだけど、はい、でそれが終わったら卵をちょっと塗って焼くでしょ、うん、これで顔を描くのよ。チョコペン、チョコペン、これどっちでもよろしい、使うでも使わんでも。あ、そうなんだ、うん、使ってもいいルールだから、うん、これで目描いて口描いてしまいですよ。おお、なるほど。当時的にどう、うん、うまくいくと思う。どうだろうね、まあどれだけ膨らむかがまだ分かんないから変な。そう、それが今回面白い、ね、そう、怖いね。でもちょっとそうやな、まあ、当時はじゃあ動画楽しみにしよう。動画ちょっと楽しみにしてるわ。ありがとうね。うん、というわけで僕はこの形で二次発酵させて焼いていきたいと思います。はい、はい、ということで生地の準備が整いました。どうですかこれ、もう可愛い感じだよね。なんかちなみにね、今リオちゃんは仕事で外に出かけておりますのでね、その間に作っていきたいと思います。いいじゃん。これかなりいいんじゃないの。いいよね。もうかわいいもん。で、僕はもうチョコペンも使わず、もう目とか口も全部パン生地でいきたいと思います。目も大きめの方がかわいいか。かわいい。よし、できました。完成しました。アンパンマンかわいい、いいのができました。じゃあ早速ね、このアンパンマンを焼き上げていきたいと思います。上手に焼き上がりますように。ストロングビリーブ。さあ、というわけで早速作っていきたいと思います。顔を作って、あとお鼻とほっぺ作るだけですもんね。で、目と口はチョコペンで描いていくだけなんで、あんまりズブズブいいだけじゃないのかな。なかなかこれ綺麗にならないし、どうやったらツヤツヤなんだろう。このハンバーグみたいなことしていいのか。鼻が意外と大きい、ほっぺはちょっとちっちゃい。こんな感じです。はい、こんな感じ。完成です。早速焼いていきたいと思います。どうも、つねです。さあ、これからですね、こちらの発酵し終わったパンを形成していきたいと思います。さあ、どのようにやっていきましょうかね。パン、顔ベースの、なんとなくこう中の空気を抜くような、ほっぺた、ほっぺたありの目、口、はい、こちら見ていただいたら分かるように、こちらが顔の土台、そして目、鼻、口、これを今から土台に乗せて、形成していきたいと思います。もう鼻とほっぺたはだいたいアンパンマンで同じ大きさのイメージなので、あと目を入れるとこ、目を入れるとこですね。 こんな感じ、ここにこんな感じで完成しました。さあ、
こちら今完成したんですけども、パンが焼き上がってから眉毛を描いて完成に近づけたいと思います。さあそれではこちらを今からオーブンで焼いていきたいと思います。仕上がりどうなってるのか楽しみ。あの奥様が撮ってくれてます。で奥様のエプロンを借りました。昔あのピザ屋さんで働いたことあるんで、アルバイト、その感覚をちょっと思い出しながらねやってますんで、作ります。なんかうまくできそうな気がする。じゃあちょっとこうこういうイメージ、はい、これを寝かしていきたいと思います。発酵して結構膨らんだ状態です。であとはもうほっぺたと鼻をつけるだけなんですけども、これをほっぺの部分、このちょっと亀裂が入ってるとね割れちゃうと思うんですよ。なんかここはちょっと念入りに、表側は綺麗にすごくここを意識して、でこの鼻とかのくぼみをね作るっていうのがすごい大事みたいなんで、すっごい綺麗、まん丸。なんか良さそうじゃない？うんうんうん、いいかもしれない。ほらね、アンパンマンになりそう。これで焼いていきたいと思います。はい、これからアンパンマンパンを作っていきたいと思います。まずは顔ですね。顔の元となる形を丸く作っていきます。はい、こういう感じですね。はい、そしてやっぱりアンパンマンといえばほっぺたですね。ほっぺたをふっくらとのしていきます。はい、そして口も、口、鼻も作っていきます。はい、こういう感じで結構いい感じですね。はい、あとは眉毛を最後につけていきます。はい、こちら完成しました。これからオーブンで焼いていきたいと思います。はい、ではこれから、アンパンマンの形を作っていきたいと思います。パンは好きですけど、作ったことはね、全然ないんですよ。初めてぐらい。やってみます。うわ、思ったより、なんか、ネバネバ。なんか綺麗に丸くならないですよね。大丈夫かな、これ。まずはね、丸く、綺麗に丸くしたい。こういうのはね、意外とスピーディーにやらないと、あんまりね、慎重にやりすぎてもうまくいくかわかんないですけどね。難しい。いい感じでーす。オーケー、めっちゃいい感じ。鼻がつきました。これね、あとほっぺつけていきます。
ンパンマンできました。結構肉厚な感じで、しっかりした顔立ちで作っていきたいと思います。じゃあ今から焼いていきます。はい、みんなおのおのやってますわ。すごいね。ちなみにリュウジが、はい、あの自宅にオーブンなかったんで、うんうんうん、リュウジは事務所でやったということでございます、はい、うん、面白いのが、うん、いいアンパンマンを作ったらええっていうことじゃないから、ね、そうそう、今回審査基準はあくまでリオちゃんなんで、うん、リオちゃんにハマったアンパンマンパンが優勝ということですからね。っていうことやもんな。そう、かといって我々気をつけたのは、うん、なんか変にボケたりとか、そうそう、わざと変に作るとか、そういうことはもう絶対やめましょうねっていう、うん、そう、真剣に、真剣至って真剣に作った結果がどうなのか、はい、そういうことです。だからある意味運ですよ。確かにね、うん、こればっかりは分かんないね。ただめっちゃ楽しかってんけどあ、パン作りだそもそも。俺ほんまに初めてやってんけど、うん、あんなに発酵したら膨らむやんねそれはびっくりした、うん、びっくりした。そうそう、でかなってるってなってね。そうそう、ちょっとやって楽しかった。楽しかった、楽しかった。でも優勝したいよね。したい、ね、こうなったら、したい、したい。俺4時間半かかったからな。なんだかんだ4時間もういろいろ最初なんか細かく砂糖や塩ややってたら性格出てるわ、細かいから、うん、勝ちたいわ。っていうか俺絶対勝ちたいですからね、それで言うと。なんでやっぱリオちゃんに一番ハマりたいですからそりゃそうよ、やっぱ夫としては1位取りたい。これはアンパンマンみたいな顔して。誰がアンパンマンみたいな顔してんだアンパンマンに謝れ。勇気100倍元気100倍いろいろ間違えた全部間違えた全部間違えたし、ヤシタケとやり取りしてほしいなすいませんリオちゃんどうですか、楽しみですか。はい、すごい楽しみです。いやー、はい、これは我々も楽しみでございますけども、はい、じゃあ行きますか。行きましょう。もうこれ扉が閉まって開いたら、はい、アンパンマンパンブリーンって。いやいやコンセプト、コンセプト、えコンセプト、コンセプト、コンセプト、コンセコンセ。何を言おうとしてるの。何を言おうとして、コンセコンセ。怖っ、怖っ。え、何何語、何語、コンセコンセ。何コンセコンセ、コンセコンテって言ったかな。コンテストの始まりですねって言いたかったちょ、もう一回見たいな、今のあ、コンセコンセ。こわ、思いっきり2回噛んだよ。コンセコンセ。あ、面白かったですね。すいませんでした、失礼いたしました。失礼いたしました。すいません、リオちゃん、ほんまにあなたの旦那おもろいですね、ほんまに。本当に。じゃあ行きますか、決戦行こう。はい、というわけで本日もせーの、オナシャス。さあ、というわけで、はい、アンパンマンパン前に並んでるんですが、今、はい、リオちゃんは目を伏せてもらってます、はい、今からドンって見てもらいますんで、それでは行きましょうか。はい、チームカジサック7人が焼いたアンパンマンパンはこちらでーす。どうぞ。いろんなアンパンマンパンがあります。7つのアンパンマンパンがございます。それぞれが本気で作る。本気よ、うん、受けてる、受けてる。でもこんなね、うん、違いが出ると思わなかった。そう、誰一人似てないよ、うん、だからこれは、まあ、あくまでもオープニングで言いましたけど、リオちゃんが、うん、いいな、かわいいなと思うもん。そうそうそう、リオちゃんが別にこれ何番が誰作ったとか当てるゲームではない。そうです、そうです。一個ずつ見ていってもらってもいいですか、うんうん、はい。もう、え、すごいうまいのもありますね。ちょっとうまいやつを見ててもいいですか。はい、すごいなって思ってるのが。まず5番の5番、うん、嘘みたいにうまい、うん、もうお店のやつみたいですね、うん、これ確かにすごい上手。こんなツヤツヤに焼けてる人とそうじゃない人とっているんですね。いますね、いる。あと1番もすっごいうまい、うん、黄色なんでこんな黄色い。これだから難しいのがあんまり喋られへんね。そうなんですよね。確かに
黄色いですね。確かに。めちゃくちゃ黄色いですね。何が入ってるんだろうってぐらい重いし、すごい。カレーパンみたい。でも、すごい上手に焼けてますね。どっから触っていいか分かんないっすよ。まあでも2番もうまいかな、こうやって見ると。まずそう。確かに。すごい。そうですね、確かに。来てほしくないですもんね。確かにな。僕の頭を食べなくてほしくない。目のとこ、べーっと目ーっと、どうしたんやっていうぐらいね。だいぶおじいちゃんパパ。あ、確かに老化が進んでるんかな。かわいい、でも。かわいい、すごい。やっぱかわいく見えるんですね。かわいいですね。これがお店にあったらもう、美味しそうとは思わないけど絶対に買う。これはもうどういう目的で買うの。だからリオさん面白くて、うん、この2番に関しては、まあ、もちろん我々は全員の見合ってるんですけど、はい、この2番のやつに関しては全員がね、作った本人含めて全員で一言怖っ。でも女性が見ると可愛いんだ。確かにね、なんかちゃんと やることは間違いなくやったんだろうなっていう、ただうまく焼き上がんなかったんだろうなっていう不器用さとかがもう可愛いし、ほっこりしますね。あ、なんか点数高そう、高そう、高そう。ちょっと、どうしよう。なんだ、なに、なにこれ、6番もやばいって。なんでこうなったんだろう。なんでこうなったんだろう。これ耳がついてますね、これで。耳がついてまあ位置的に耳ですよ。目がもうやばいしな。ダントツバキバキです。白目があるんですね、この子だけ。多分白目黒目で分かれてる。なるほど。白目だ。これがだからリオちゃんの好みになるのかどうか。そうですね。すごい、こうなるんだ。これ焼き上がった時どう思ったんだろう。そういうのもね、後で多分聞けますよ。確かに。面白い。なんか鼻とほっぺなんか汚れてるし。汚れてる。ロボットやった後のアンパンマン。かわいい。これはでもな。あ、7番、うん、ちょっとこれはもう桁違いに怖いですね、私は。それは怖いんだね。ちょっと怖い。桁違い。怖いですね。怖いな、うん。アンパンマンって言われても信じられないですね、これを。確かに。目も怖い。目の入り方怖い。すごい。というわけで7番脱落ということで。怖いが出ちゃってます、うん、誰が焼いたか分かんない。分かんない。いやもうさ、これちょっとね、嘘みたいにしっとりしてる。美味しいのかも。嘘みたいにしっとりしてる。ああ、もうかわいい。これね、なんかもう最初見た時から、うん、ギリギリなんですよね、お皿に対して。ちょうどぐらいだよ。なんかそれがかわいいけど、みんな大体鼻とほっぺ同じ大きさにしようとしたんだなって分かるんですけど、うん、全然違うんですよ。もう鼻がダントツで大きくて、うんうん、確かに確かに、うん、そもそもこの人はアンパンマンの解釈がみんなと違う。見えてるものが違う、うん、見えてるものが違う。なるほど。相当しっとりしてて、もこれこのお皿とのこの関係性が本当に可愛いですね。あそういう見方もあるね。こんな見方もあるんだって私は初めて思いました。なるほど。ここがハマることがあるんだっていう、うん、さあそしてラストですね、4番。あこれもこれ嘘でしょ。取れちゃったんですかね。
あ、でもなんかちょっと気に入りですね。可愛いですね。こういうハプニングがあるっていうのがやっぱアンパンマンパンの良さな感じがします。やっぱり難易度高いので鼻ほっぺが、うんうん、すごいな。いかんせん我々全員初めてなもんで、うん、そうなんですよね。パンを焼くのが、うん、しかもアンパンマンパンを焼くという。そう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 、うん、でもいい匂いするなこれ、うん、やばい。リオちゃんお好みのアンパンマンはどれ、うん、相当難しい。どういう感じで点つけてんのか聞きたいけど。確かにね。今のところどうですか。まだこれってなってないですか。うん、いやもう一目見た時からもうグッと絞られちゃってるんですよ。うん、それじゃあ聞いとく。うん、なるほど。どれとどれとどれか。三四。三四。うん。とあとは二も。いいなとは思ってますね。二刺し、二刺し、二刺しで迷っています。だから決勝戦や、うん、M1 でいう決勝3組に上がったのが二刺しです。最終決戦、最終決戦、最終決戦に上がった。それぞれ個性のある、うん、正統派は今回選ばれました。確かにインパクト大会だったんですね。インパクト大会ですから。あ、難しい。迷う。誰も見捨てられないっていうぐらい、うん、すごい大好きですね。ただリオちゃん、うん、今大会は一個しか選べない。そう。今3つ出してくれてると、うん、視聴者の皆さんは一体どれなのか。そう、確かにね。これは本当に人によって違うと思う。そうですよ、うん、好みですからね。好みです。今回はあくまでもリオちゃんが選ぶ。そうだから間違いなんかないんですよ、うんうん、これだから後でさ、うん、優勝者発表した後に、はい、どれが誰作ったかっていうのをリオちゃんに予想してもらうのは楽しい。楽しそう。それをおまけでやろうか、ね、いいです ね、 ね。はい。決まりましたか。はい。おお。決まりました。どうやら審査委員長のリオちゃん、はい、決まったようです。決まりましたね。それでは、はい、発表のほどよろしくお願いします。あっす、はい、アンパンマンパングランプリ優勝したのは3番褒めてたじゃないですか、うん、その時ピタッて喋るの止まった緊張緊張しちゃったんだよ。でもすごいマジで嬉しい、めっちゃ嬉しい。おめでとうございます。やった初代アンパンマンパングランプリ優勝者はトンボでした。やったー、ありがとうございます。いやー、さすが。どうした、安田君、ずっと笑って。すごい素敵な結果だったんですけど、めっちゃ素敵やろ。一言いいですか、もう家でやれよ。二人で一個しか終わってたわ。お前たち巻き込みやがって。みんなで一緒に。なんだこれ。夫婦でやって。めちゃくちゃ面白かったです。俺は7人のアンパンマンが集まって初めて。そうやな。成立する大会ですから。ちなみにちょっとこれ聞きたいのが、はい、リオちゃん3番選んだじゃないですか、うん。誰が作ったと思ってたんですか。この子に関しては全く想像できないんですけど、うん、
でもなんか形とかで順院長とかかなって、うん、ああまん丸で、うん、なるほどね可愛い感じ。逆にトンボさん私6だって思ってました。ああそうなんだ。もうすごい、これメンバーの中ではメンコ大って言ってそっくりですもん、ね、そっくりやから、そっくりメンコ大。じゃあ6番誰が作ったか発表しましょうか、はい、もう予想外れてますもん。うん確かに、確かに6番を作った人手を挙げて僕でーす。これね、焼く前はめちゃくちゃ綺麗なアンパンマンだったんです。確かに VTR、うんはい、ではね、はい、ええ感じやったんや、うん、だったんですけども、焼いてみるとクワーっとやっぱ膨らんで、うん、ほっぺたがどん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 外れてこれぞ初めて作った。左ほっぺの外れ方えげつないもんな。そうですよね。でごまかそうと思って、このチョコペンで可愛くなるかなと思って、ね、目とかを塗ったらそれがさらにレンコ台に近づいて近づいちゃった、はい、めっちゃ面白い。おもろいよなこれ。面白い本当に。さあリオちゃん、当てることができる。確かに、ね、うん、当ててほしいね。あと1個ぐらい当ててほしいな、うん、当ててほしい。4番は、はい、吉富さんかなと思ってます。4番吉富、うん、はい、正解は手挙げて僕でーす。吉富でした。ちょっとさ、俺ら思ってたんすよ。そうそうそう、安武のさ、うん、パンだけフォカッチャじゃない種類が違うよ、上質な上質な明らかに生地が違うんだよ海外のそういう見方したらこれ安武なんですよ。安武味あるんだよな。確かに、なんかダントツでやっぱいい匂いがするんですよ。お前がなんでだよ、なんでこんなことになるんだよ。生地に育ちが出る。ありがとうございます。育ちって生地に出んねん。なんだ残念リオちゃん、これヤスタケやった。ヤスタケなんだよ。これ取れちゃった。取れちゃったんすよ、焼いたら。ヤスタケさんがこれ焼いて、はい、ああ取れちゃったなって思ってるの想像したらめっちゃ可愛い。確かに確かに。そう思ってもいいな。でもそのままにしてんのがヤスタケや。確かにね。俺やったら米粒とか使って俺。上がってるね。上がってる。修正するのか。修正しないところがヤスタケ。つぶさが出てますね、ヤスタケ。ありますけども、さあリオちゃん当たらないですね。当たらないね。当たんない。難しすぎるな。2番とか、はい、誰がこうするんだ。あ、そっか、吉富さんは絵が上手、カジサックさんは絵が下手。まあまあしゃあない。まあまあそうですね、やってきてますからね。でも私カジサックさんって字がすごい上手いなと思って。 ありがとうございます。字上手い。やっぱ几帳面な、なんか性格とかも出るかなと思うと1か5がカジサックさんかなって。ほう、なるほど。それで言うと1がカジサックさん、1番がカジサック、うん、リオちゃん、はい、残念。こちらを作ったのは順院長です。ヒーローアンパンマン、ヒーロー決まっちゃった。順位ちょっとね、タバコ吸いながら作ってたから作ってねえわ。やめろお前、やめろ。だから決まっちゃったじゃないよ。アンパンマンにヤニつけんじゃねえよ。一生懸命作ってその色になっちゃったの。上手ですよね。でも上手。ありがとうございます。めっちゃうまいよね。本物っぽい。ちょっと黄色いけど、多分卵を間違えてんのよ。あ、卵だ。そうなんですよ、黄身の色だ。はい、塗りすぎたのかな。塗りすぎちゃいましたね。うまい。でもリオちゃん当たってない。当たってない。全然当たらない。おもろい。あと残すはカジサック、ヨシトミ、リュウジ。うん、これがカジサックさんなことある。うまいな。でもヨシトミさんかな。これはリュウジくん、どれ作ったの。はい、信じがたいですが、ほう、5番吉富さん、2番カジサックさんで、まさかのリュウジ君が7番。なるほど、はい、おー、なるほど。リオちゃん、はい、全部外れ。すご
怖いこれ。すごい、すごい。逆にむずいんちゃう。おおおい、リオちゃん全バラバラ。アンパンマンパンって奥深いでんな。発表しましょうか、うん、惜しかった。なんと5番カジサクです。そうなんだ、めちゃくちゃうまい。このアンパンマンうまくない？マジでやばい。これはほんとお店レベル、お店レベル。俺これでも納得いってないけどね。なんで？ちょっとおにぎりアンパンマンみたいになって、あー輪郭がもうちょっと丸くいってる。いや、めっちゃうまいよ。惜しかったリオちゃん、さっき1番5番どっちかカジサクさんかな言ってたから、うん、確かに。でもこんなにうまくできると思わなかったですね。喜べない。素直に喜べない。なんで？なんで？コンセコンセみたいな。忘れてた。忘れてた。さあリオちゃん、全部外したってことは、じゃあこっちがリュウジ君、ヨシトミさん。そうです、2番がリュウジで7番がヨシトミという。ヨシトミめっちゃ下手っていう。あんなにパン愛してるの。めっちゃ怖い。一番怖いの作ったのヨシトミなの。怖い。パンの何見てきたんだろう。あんなにパン一番愛してるのな。かわいい、そう思うとこれリュウジさん。リュウジさんかわいいや。俺らみんな怖い。怖い。二番と7番のコンビめっちゃ怖い。怖い。このコンビめちゃくちゃ怖いよマジで。ヨネダ2000みたいやな。このコンビ。確かに。なんとなく。なんとなく確かに。いやー、そうなんですよ。面白い。面白かった。トンボアがどうだったん、焼いてみて。いや、あのね、やっぱり、うん、形成したのと焼き上がりで変わるんだなっていうのが、うん、やっぱ難しかったですね。やっぱバランスが。だって、うまくはないよね。そう、決してうまく、うん、目とかこんなにギョンギョンにでかくなると思ってないんですよ。でかいよ。そうそうそう。テラフォーマーズみたいな。誰がテラフォーマーズパンや。鼻もでかいって。そう、だから想定とはちょっと違うんすよ。うん、うんうん、今一生懸命綺麗に可愛いアンパンマンとして作ってるんで、うんうん、焼き上がりはあ、こんなギョッとするんだとは思ったんすけど、うんうん、やっぱりリオちゃんに刺さったっていうところはマジですごい。めちゃくちゃ嬉しい。7分の1引くってすごい嬉しい。だって当たってないですからね。全部外してるから、うん、本当に感覚だけで選んで、忖度ゼロや。そうや、すごいよ。嬉しい、おめでとう。いや嬉しいわ。吉富とリュウジはどうやって焼いてみて。いや僕はまあ初めてで生地がなんかベトベトなんかしちゃってて、うん、ちょっとそういう苦戦はあったんですけど、うん、最終的に焼く前の段階ではまあバッチリできたと。どこがなんてたんすけど、なんか焼き上がったらなんかほっぺっていうか頬骨みたいになったな。あと眉毛もないしな、うん、そう眉毛も作ってたんですよ。あったんですけどなんかもうメリメリメリっておでこが出てきてなくなっちゃった。俺がちょっとなんやねん思うのは、うん、チョコペン使わんなら使わん、使うなら使うにしてほしかったのよ。確かに、何目だけチョコペン使ってるの。確かに目はこれ麦チョコです。え、あ、入れ込んでんの麦チョコ。そういうことか。怖っ。そう、これが怖いんですよ。これそうやったよ。これさ、はい、入れてんだ。麦チョコです。ここに入れたと思うと怖いんですよね。確かにこれちょっと怪しいな。じゃあ一気に怪しなったな。あれ麦チョコを埋め込む作業って、うん、ちょっと狙ってない。ちゃいます。完璧なアンパンマンパンを作るのがコンセプトだよね。そう、はい、麦チョコを埋めるっておかしくない？おかしい。買ってるもんだって麦チョコ。買ってるよ。いや、そうだね。面白くしようとしてる説あるわ、これやってんの。いや、やってるわ。ちょっと、いやいやいや、ほんで全然ハマってない。作戦大失敗。大恨みに出てる。おかしいもん、やっぱり麦チョコ埋めるって。埋め込むのはやっぱね、そっちの方がつぶらな瞳になるかなと思ってた。アンパンマン見たことないの。何かお前、何つぶらな瞳。いや、これでしたよ、僕のアンパンマンは。アンパンマンもっと目大きいわ。うまくいかんかったな。うまくいかなず、いや、リュウジの方は可愛いって言われてるのに僕のやつ一回も可愛いって言われてる。怖いもん。うん、リュウジどうやったん。
いや僕も初めてのパン作りでちょっと怖くなっちゃったんですけれども今の結構好評だったんでよかったかな。なんでお前のあのメシャーなってんの。そうそう、怖いって。これも完全に間違えました。ミスりましたね。ミスったってどういうこと。いや修正できるやん。そう、拭いたりね、うんうん、そうですね。もう発想がないの、修正という。口もなんかギザギザになってるしな。ぐちゃぐちゃなってるし、顔色悪いっすよね。顔色悪いな。いやでも楽しかったっすね。楽しかった。いやカジサックよ、カジサック。いややばいよ、すごすぎるわ、マジで。いや俺もう一回リベンジしたいな。もうあの納得いかない、納得いかない。ちょっとおにぎり型になってるから。いいあと俺のやつめっちゃパンうまいからね。あ、美味しそう。食べたい、味見もしたり。食べたい食べたい。やばい、とにかく、はい、初代優勝者はトンボさんということで、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。最後まで見ていただきありがとうございます。インスタグラムのフォローお願いします。 X のフォローもお願いします。 TikTok のフォローもお願いします。またお会いしましょう。